東京都立大学の成川です。ご紹介ありがとうございました。今回は文献管理ツールを使って研究を進展させたり、アウトプットさせたりというのを加速するようなことを紹介していきたいなというふうに考えています。やっぱり研究者っていうのは出た研究っていうのをしっかりと論文としてまとめてアウトプットしていくということが必要です。またその研究進展していく上で、やはり先行研究をしっかり調べて、そこを補足していくっていうことも、やはり研究進展していく上で非常に重要ですので、その2つのことを加速するために文献管理ツールを使い倒して、研究を進めていきましょうということを皆さんと共有できればいいなというふうに考えています。で、今回ですね、こういったお題で話すんですけど、僕自身は特にそのデータベースのことを研究してたりとか、ツールの開発をしているような人間では全くなくて、普通の、生物学系の基礎研究者です。で、なんでここでですね、お話しすることになったのかっていうことの、経緯も含めまして、ちょっと、自己紹介と、簡単な研究紹介をさせていただきたいと思います。僕はですね、東京大学の駒場キャンパスで、博士号を、取得した後に、学信 PD 助教を、同じ、駒場で、勤めた後に、一度、静岡大学の方で、講師を7年間していました。でその後ですね、去年の、4月から、東京都立大学の方に、移動して、研究をずっと続けているという形になります。今回、見てらっしゃる方の中にはですね、そしたら僕のツイッターのアカウントをフォローしてる方もいるかもしれないんですけど、結構そのツイッターを使っていろいろ研究に関することとかを発信している、ところがあります。研究としてはですね、こんな感じで結構カラフルな、ものを対象として研究してまして、シアノバクテリアっていう、バクテリアが光を感知する、システムを持ってるんですけど、それらの光を感知する分子の、多様性を構造などの観点から研究しているような人間です。で、なんでこんな形で今回お話しすることになったかっていうことで、自分でもちょっと振り返ってみたんですけれども、僕の方はですね、2000年度から研究に従事、卒研生として従事して、これまで20年以上、研究者としてのキャリアがあるということになるんですけど、その過程で、自分が筆頭責任の論文ですとか、協調の論文っていうのを、ある程度の数執筆してきています。で、ここにですね、自分が使ってた文献管理ツールっていうのの、変遷っていうのを示してるんですけど、ずっと学生と助教の間までは一貫して、商用のエンドノートっていうのを使用し続けてきました。でただですね、静岡大学に移動したのが、もう2014年のタイミングなんですけど、この時にですね、PI としてラボを運営するようになりまして、やっぱりラボのメンバーが増えてきて、その時に、じゃあ学生さんみんなに、結構非常に高いエンドノートを使い続けるのかということを考えた時に、ちょっと、別のソフトを、検討しようかなということで、いろいろ試していたんですけど、結構、紆余曲折ありまして、今回ご紹介するメンデレイとゾテロとペーパーパイルすべて、試したんですね。で、僕自身は最終的には今、ペーパーパイルに落ち着いて、ずっと、使い続けてるんですけど、こうやっていろんなツールをですね、乗り換えてきた、試行錯誤しながら乗り換えてきたっていう、経験がありますので、それで、ある程度、それぞれのツールを、俯瞰的に、見ることができるかなというふうに思っています。で、その乗り換えを繰り返していた時期のツイッターを、この、話をするにあたってですね、ちょっと思い出してみようと思って、ちょっと自分のツイッターの、検索をして、その当時の、コメントっていうのをちょっと見直していたんですけど、エンドノートからメンデレーに移行するときっていうのは、その使用感っていうのをちょっと調べてみて、総評としてはありみたいなことを書いていたりとか、結構便利そうだねっていうことで、その2015年から16年にかけて、乗り換えているという感じになっています。でただ、結構すぐにメンデレーに対して不満が出てきたみたいで当時。まあその当時、まあこれ、まあ静岡大学に行った頃なんですけど、まあ同僚の先生に、リードキューブいいよみたいなことを聞いて、で、まあこの時ですね、このメンデレーっていうのを使ってる時に、まあ皆さんにあんまり、全ての人にニーズがあるわけじゃないんですけれども、投稿する、ジャーナルのフォーマットっていうのがなかった時があるんですね。で、その時に結構自分でそのフォーマット作らなきゃいけない、ウェブ上で作らなきゃいけないんですけど、まあ、それが煩雑で、まあ、ちょっとやりづらいなって思って乗り換え先を検討していたんですけれども、まあ、実はこれ結果的には、この乗り換えた先のリードキューブも、まあ、他のツールもですけど、全部同じそのフォーマット採用してるので、まあ、これ切り替えたところで特にそこに関しての解決はなかったんですけど、まあ、それだけでなくですね、まあ、ちょっとメンデレが重いなと感じたりとか、まあ、そういうのがありまして、ちょっとリードキューブに移ったという時期がありました。で、リードキューブ比較的長く使っていたんですけれども、結構まあ当時の使用時の感想なので、今はまた変わってるかもしれないんですけど、まあ、結構不具合というか、自動でナンバリングをしてくれないとか、まあ、そういったことがちょっとあったりしまして、まあちょっとリードキューブずっと使い続けるのもきついなっていうので、この辺の2018年の1月から3月ぐらいにかけて、やっぱ他のものを検討してた。で、その時にペーパーパイルと、まあ、ゾテロが、まあ、候補に上がってて、で、まず当時、まあ、ゾテロを試してみたんですね。で、まあ、その後、また1年弱経って、まあ、結局、また同僚の先生に情報提供いただいたっていうのもあるんですけど、まあ、ペーパーパイルのお試し版を使おうとしました。で、まあ、この2018年から19年ぐらいの時期にですね、僕自身が論文の執筆を、Microsoft のワードから、まあ、ほぼ完全に Google Docs に移行しようとしてた時期なんですね。で、その時に、まあ、ゾテロも実は、Google Doc で使えるものだったんですけど、まあ、当時その辺僕自身あんまり把握してなくて、まあ、ただペーパーパイルがとにかく Google とかなり連携が強いということは、ありましたので、まあ、Google の中で完結できるっていうそのシンプルさに惹かれて、まあ、ゾテロからさらにペーパーパイルに、移動したというような、流れになっていました。ただまあ、ペーパーパイルにずっと、まあ、こうやって移行してきてたんですけど、まあ、唯一の難点はワード未対応という点なんだよなって、この2019年の時点で書いてて、まあ、それはずっとなかなか解消されてなかったんですけど、まあ、実は最近ですね、このペーパーパイルが、ワードの方でも、Microsoft のワードでも使える形に今対応されていまして、まあ、そういう意味でもかなり、使い勝手としてはいいもので、まあ、僕自身は今後もまあペーパーパイルを使っていこうというふうに考えている状況です。ただその上でですね、まあ、今回、こういった講習するにあたって、そのペーパーパイルと、まあ、ゾテロとメンデレいろいろ比較してみたんですけど、まあ、それぞれにやっぱり強みっていうのがありますので、まあ、必ずしもペーパーパイルが唯一の解だけしてない、ユーザーの人のやっぱり目指すものによって、それぞれこう解は変わってくるんじゃないのかなと思いますので、まあ、今回はまあそれぞれのツールのことをですね、まあ、俯瞰的に紹介していけたらいいなというふうに考えています。まあ、その上で僕自身今使っているのはペーパーパイルですので、で基本的にやれることっていうのはそれぞれのツールで似ていますので、まあ、最後にちょっとこのペーパーパイルを実際に使っているところも紹介していきたいというふうに考えています。で、まあ、ちょっと前半の、僕の前の、方々の時にももう文献検索についてもちろん出てると思うんですけれども、まあ、やはり、まあ、こういった論文を執筆するとか、研究を加速するっていうところで、このツール、この文献管理ツールの前提として、まず文献を検索する部分がありますので、ちょっとそこについても、僕の方からも簡単に紹介をしていきたいというふうに考えています。で、主な文献検索ツールとしまして、まあ、皆さん生物系の方が多いと思いますので、まあ、基本的にはこの PubMed と、まあ、Google スカラーを使っている方が多いと思います。ただですね、まあ、PubMed って、まあ、名前の通り、そのメディスンのところから、に端を発していますので、生命科学系を必ずしも網羅しているわけではないというのが一つ問題点として、挙げられまして、まあ、僕の研究分野の場合ですと、結構藻類の雑誌なんかは、そのPubMedに実は収納されてないものもあったりするんですね。あるいはですね、結構分子の細かいことやってますので、科学系とか物理系の雑誌も関連論文が、掲載されることがあるんですけれども、それらもやはりPubMedの対象外であるということが、多いです。そういう意味で、PubMedだけで検索していると、自分の研究に非常に近い先行研究を、拾えないっていう事態がありえますので、やはり、PubMed だけでなくて、Google スカラーも、併用して、検索していくっていうのが得策だというふうに考えています。で、Google スカラーはやっぱり、非常に検索対象が広いので、逆にですね、より多くの文献、網羅できるっていうメリットはあるんですけど、高すぎるために、自分の目的の文献に素早くたどり着けないっていうようなことも、一方であると思います。ですので、僕なんかは適宜、ダブルコーテーションでこうくくって、囲い表記検索などをすると、ある程度、その自分の目的に、沿った文献を、素早く検索できるということがあると思いますので、そういった工夫を、組み合わせて、これらをうまく使って、自分に関連する文献っていうのを、しっかりと収集するっていうのが大事だと思います。で、実際に、PubMed の、検索を、自分でこうやって手打ちでしてやるっていうのもいいんですけれども、やはり、もうちょっと自動化するのは大事で、アラート機能ですとか、RSS 機能っていうのを活用すると、非常にいいと思います。で、実際にですね、この辺は NCBI に、アカウントを作成しまして、これもあれですね、先ほどの話でも出てきた、OKIT の、アカウントでログインできますので、その状態でログインして検索しますと、この検索ワードのこの囲いのところの下にですね、赤字で今、赤い実線でハイライトしてるんですけど、クリエイトアラートとか、クリエイト RSS っていうようなリンクがあります。これらのリンクを辿っていくと、実際にアラートの場合は、1週間に1回とか自分で頻度を決定できて、で、それを自分の登録しているメールアドレスに、検索結果っていうのを報告してくれるような機能っていうのを使うことができますし、RSS はですね、その RSS を拾えるようなツールと組み合わせることで、そういった機能で、自動的に目的の文献を、常にアップデートすることができます。で、このクリエイター RSS の機能を使って、かつこのスラックに PubMed の検索結果を流すようなシステムっていうのを導入しますと、研究室全体で最新論文の情報を共有できるといったメリットもあります。で、これちょっとやり方がちょっと難しかったりするんですけれども、以下のこちらに示している QR コードのリンク先のところでですね、このスラックに PubMed の検索結果を流すシステムを導入するような方法が非常に分かりやすく解説されているサイトがありますので、そういったことを検討したい方は、その情報を使って導入されるといいのかなというふうに思います。で、うちのラボのスラックをのスクリーンショットをちょっとお見せしてるんですけれども、このようにですね、自分たちが登録したワードに関連するものが引っかかってきた場合には、こうやってスラックの自分が登録したチャンネルのところに、適宜こうやって、流れてくるわけですね、最新論文が。ですので、これを見た、この論文ちゃんとチェックしなきゃねとか、そういうことを、メール機能ですとやっぱりどうしても個人に来てしまうんですけれども、これスラックに流してあげれば、ラボ全体でそれを共有できて、かつその上ですぐにこの論文のことについてディスカッションが始まる。この論文読みましたか？これこう書いてありますよねみたいなことが、スラックの中ですぐに議論を始められますので、そういう意味でも、こういったことをうまく活用することで、研究を、加速できるんじゃないのかなというふうに思います。で、今回、このエンデレイとゾテロとペパパイルの3つに、フォーカスして話をしていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、なんでそれらに絞ってるのかっていうことを、簡単に説明したいんですけど、これ実は僕2020年に2年前ですね、に、ちょっと自分がやっぱりその、どの文献ツールを使うかっていうのをいろいろ検討してた時期に、ツイッターを使ってアンケートをしたんですね。で、ツイッターって、選択肢の上限が4つなので、最初のアンケートだけで全てのツールについて選択肢を設けられなかったんで、2段階のアンケートを行いました。まあ、最初の、1段階目では、エンドノートを使ってるのか、それ以外のツールを使ってるのか、あるいは手作業でやってるかっていうその3つの選択肢で選んでもらって、で、その中で朝他のツールっていうのを選んでもらった人に、その次の、アンケートを答えてもらうといったような、質問を設定しまして、協力いただいたんですけど、まあ、それを2020年にやった時には、まあ、結構、この時点でも、エンドノート、単体よりも、他のものを組み合わせたものの方がちょっと数はもう増えていました。その上で手作業でやってる人もまだ結構いたという状況です。でこのアザーズの中の内訳を見ると、まあ、2020年当時では圧倒的にメンデレーが多くて、まあ、それ以外のゾテロもリードキューブ、ペーパーズもペーパーパイルも非常に、マイナーな、ポピュレーションであったということがわかります。その上で2年後に実際この講習をすることになって、まあ、最新の利用動向っていうのはどうなっとるんだろうということが気になりましたので、まあ、それの調査もちょっとしてみたんですけど、まあ、その結果ですね、2年で結構、動向が、まあ、もちろんそのツイッターでやってるアンケートですので、まあ、全然網羅性はないですけれども、まあ、参考程度で捉えてほしいんですけれども、まあ、2年後に行った調査結果ですと、やっぱり、エンドノートの利用者は減って、手作業でやってる人も減ってる。で、その中で、その他のツールを使ってる人がだいぶ増えているということが、見て取れます。で、この他のツールの内訳も結構勢力図が変わってまして、もちろんまだ、メンデレーが、一番ユーザーが多い状況なんですが、このゾテロとペーパーパイルが非常にシェアを伸ばしているということがわかります。逆に、このリードキューペーパーズの方はあまり伸びてないということもわかると思います。で、この2つを足すとですね、ゾテロとペーパーパイルを足すと、若干メンデレーの利用者数を上回るぐらいに、シェアが伸びているということが、ツイッターの中でのアンケートですけど、見て取れます。ということで、今回は、エンドノートは商用の非常に高いものということですので、比較的手の出しやすい3つのフリーのソフトかあるいは年間の非常に安いツールであるこれら3つに絞って、俯瞰的にそれらを見ていきたいというふうに思います。で、基本的にそれぞれの、ツールの使い方につきましては、統合 TV さんがすでに3つとも非常に丁寧な動画を作成してくれてますので、ぜひ、本当にユーザーとして、使うときには、これらの動画を見て、実際にそのダウンロードの仕方ですとか、実装の仕方、検索の仕方、文献の貼り方などについては、実際にこれらの動画をぜひ活用していただければなというふうに思います。ですので、今回のこの、講習の中では、個別のものをあまり詳しくは、説明しないで、実際にそれらがどういうシステムなのかっていうことを比較して見ていきたいなというふうに思っています。で、ここにですね、その実際に今回紹介するメンデレイとゾテロとペーパーパイルのシステムをそれぞれ漫画で表したものを示しています。これ見ますと、基本的なやれることっていうのは3つでかなり似ています。その上で実はそれぞれにユニークな特徴が、備わっているという形になります。で、ちょっとその無料版ですとか、有料版とかそういった情報もこの下に合わせて示しているんですけれども、このメンデレーについては基本的には無料版で、かつそれで2ギガの、オンラインストレージが、ついているというものになります。で、それに対して大学ですとか研究所が、機関として、有償のものをメンデレーと契約している場合があります。で、その場合にはですね、100ギガって非常に大きな、オンラインストレージが、使えることができるということになります。で、このゾテロに関しては基本的には無料版を使うことができるんですけど、こちらのオンラインストレージは非常にサイズが小さいですので、まあ実際に論文をたくさん貯めてみたいなことを考えますと、ちょっと無料版でやっていくのは結構厳しいサイズではないかと思います。ですので実際には有料版、まあこれが3段階の値段設定で提示されていますので、まあ自分の使用する容量に合わせて選ぶことができるというような形になっています。で、ペーパーパイルに関しては無料版はなくて、有料版のみになります。ただ、まあ月額がまあ 2.99 ドルということで比較的安いというふうに、まあ捉えることができると思います。で、これに関してはオンラインストレージは基本的にもう Google ドライブに自動保存という形になりますので、まあ、Google ドライブの方をまあ無料版を使うのか、あるいは有料で容量を増やすのかということに依存してきます。で、これらをこう外観を見ていきますと、まあ、基本的には文献の書誌情報、論文の PDF っていうのをインプットする。で、そのインプットした情報を、こちらの本体のところで管理して、で、それらの管理している情報から、論文を書くときには Microsoft の Word や Google Docs、を使っているときに、まあ、この文献情報に当たってそこから情報を抽出してきて、文献情報として貼り付けるというような機能。まあ、そこの部分っていうのは基本的にこの3つのツールすべて共通しているということがわかると思います。で、さっきちょっとお話をしたんですけれども、メンデレーもゾテロもペーパーパイルも同じ文献の貼り付けるフォーマットのところは同じものを採用しています。で、それが、こちらに示す CSL といって Citation Style Language っていうのが、利用されていて、これかなり、ここにそれが使われている、ツールの、一覧が載ってるんですけど、いろんなツールがこのフォーマットを採用しています。で、商用の、エンドノートはエンドノート独自の、ものを採用しているんですけれども、まあ、他のものっていうのは基本的に全てこの CSL を採用していますので、そこの部分っていうのは共通しています。実際今回扱っているメンデレーもペーパーパイルもゾテロも同じ CSL のフォーマットを使っています。で、こちらにはもう1万を超える、ジャーナルの、フォーマットがもう全て利用可能になっていますので、まあ、基本的には皆さんが投稿したい雑誌のフォーマットっていうのはほぼ全て網羅されていると言ってもおかしくないと思います。ただですね、結構起こり得るのが日本語の創設を書くときなんですけれども、日本語の創設に関しては結構それぞれの例えば国内学会の作ってる雑誌とかが要求しているフォーマットっていうのは実はこの CSL に格納されてないことがあります。で、結構ですね、大きい学会ですと、自分たちでフォーマットを用意してくれてる場合もあるんですけど、それも基本的にはエンドノートのフォーマットが多くて、CSL のフォーマットを、こう、提供してくれてるところはまだちょっと少ないのかなという印象です。まあ、ですので、その場合には、自分でこのサイテーションスタイルランゲージを、作らなきゃいけないっていう作業が出てきます。これちょっと、そこが結構めんどくさい作業ではあるんで、そこのハードルちょっとあるんですけれども、ただ、普通に、一般的な雑誌に投稿している分には、ほとんどそういったデメリットっていうのは出てこないので、ご安心ください。で、実際にフォーマットを新規に作成する場合っていうのは、このビジュアル CSL エディターっていう、サイトに行きまして、まあ、そこで実際に、エディットして作るっていうことが必要になってくるんですけれども、これもゼロから作るとすごい大変なんですけれども、実際にはこの最初のページに行って、そこのこの Search by Example っていうところのリンクに飛びますと、こちらに実際にインテキストサイテーションっていうのは、その論文の実際の本文のところに載ってる引用の情報と、下の方っていうのは、一番下のリストですね。リストのところにどういう形で載せるか。この2つの部分の例を作って、それでサーチをしてあげると、この情報とよく似た情報をフォーマットとして出しているものっていうのを検索してヒットしてくれるんですね。で、完全一致、これの場合パーフェクトマッチって出てますけど、のものが上位に来て、まあ、完全マッチじゃなくてもよく似てますよっていうものも上位に上がってきます。で、こういったものをひな形としてちょっと改変して、まあ、ちゃんと雑誌の要望に合った形のフォーマットに、まあ、微修正して使うっていうのが多分一番簡単なやり方になります。ちょっとここは、まあ、一般的なユーザーとしてはそこまでやることではないんですけれども、まあ、一応そういうことになったときには、まあ、ここを利用すればできますよという紹介になります。ここからちょっと個別の、ツールの、紹介をしていきたいと思います。で、基本的にこの2つポイント挙げているところは全てこの先見せるメンデレ、ゾテロ、ペーパーパイルも全てやれることとしては一緒であるということは、まず、一番大事なポイントです。つまり、まあ、収集した論文 PDF、論文情報の一括管理ができて、かつ論文執筆の、時には、まあ、引用、あるいは引用文献リストを自動生成してくれる。まあ、この2つが、まあ、大きな、機能となります。で、このメンデレーの、まあ、他と違う一番大きな、ポイントっていうのは2つあると思ってるんですけれども、一つは、この本体がスタンダードン版。まあ、要は、単体のソフトですね。単体で動くソフトと、ウェブ版っていうのが2つ存在していて、それらが同期しながら動いてるっていう構造になってるっていう点が他のものと違っています。ですので、この両方の操作をしていくっていうのに慣れるのには少しちょっと時間がかかるかもしれない。ちょっと複雑な構造を本体がしているという認識になると思います。で、あともう一つ大きな点っていうのが、この引用の挿入とか引用文献リストの自動生成機能っていうのは、Microsoft Word のみにおいて実行可能ですので、Google Docs で論文を執筆している人にとっては、ちょっとこれは有用性が低いのかなというふうに思います。で、ただですね、実際に機能に関しては、統合 TV の動画見ていただけるとわかるんですけれども、収納した論文の PDF を一括で名前管理したりですとか、そういった機能が非常に充実しています。あと先ほども言いましたけれども、所属機関が、機関版の契約を結んでいる場合っていうのは、非常に大きい容量のオンラインストレージを利用可能ですので、そこの部分においての有用性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います。続きまして、ゾテロについて紹介したいと思います。これも先ほど言ったように同じ2つの機能があるわけですけど、こちらは本体がスタンダードン版のみ、あるいはそのソフトのみで、ウェブ版はないということになります。実はこれ当初はウェブ版もある時期があったんですけど、途中で、スタンダード版のみに、統合されたという経緯があります。で、結構ゾテロっていうのは非常にシンプルな作りでして、それ自体には多様な機能っていうのは搭載されてなくて、非常にシンプルなものになっています。で、先ほども言いましたが、無料で使用できるクラウドの容量は少なくて、それ以上の容量を利用する場合には適宜、段階があるわけですけれども、その段階を選んで、有料で使用するという形になります。で、これもですね、実はプラグインの ZOT ファイルですとか、外部のクラウドサービスなどと組み合わせることで、自由度の高い形で、高度な活用法っていうのを構築可能であるということがあります。あとこれも、一つ大きなメリットだと思うんですけど、引用を挿入する、あるいは引用文献リストの自動生成をする機能っていうのが、Microsoft Word と Google Docs の両方で実装されていますので、どちらで論文を書いてもいいし、こちらで書いたもの、Word で書いたものを Google Docs に変換しても、そっちでもシームレスに、ゾテロの文献を追加したり、あるいは削除したりっていうのをできるっていうのは非常に大きなメリットになりますので、両文章編集ツールを併用しているような人にとっては、長らく唯一の選択肢だったと言えると思います。その上で先ほども言いましたけど、ペーパーパイルでも最近、両文章の編集ツールっていうのが実装されましたので、ここの部分においては選択肢が唯一ではなくなったという状況になっていると思います。そういう意味で、ゾテロとペーパーパイルっていうのは非常によく似ています。次の、ところを見ていただくとわかるんですけど、全体としてパッと見よく似てるんですけど、そういう意味で一番大きな違いっていうのは、ゾテロの時には、このスタンダード版のみだったんですけど、逆にペーパーパイルの場合はウェブ版のみっていう形になります。で、さらにこのペーパーパイルっていうのはもう完全に Google との連携が強力になっていまして、ブラウザに関してはもう Google Chrome のみで動く形で提供されています。で、こちらも非常にシンプルな構成で、かつさっき言ったように、Google の各種サービスとの連携が強固ということになります。で、これは個人的な考え方なんですけれども、こういった論文の管理ですとか、あるいはその執筆時の引用文献貼り付けるとか、そういった機能っていうのは、インフラなんですよね。で、例えば家庭での生活でいうところの水道だったりとか、電気だったりとか、そういったものに非常に近いと考えていまして、で、そういうのっていうのは、あんまりこう、ごてごてして、なんか新しい機能がどんどんつきましたみたいなのは、そんなに個人的には求めていなくて、同じ機能をシンプルに使えて、それが持続している。で、それが結構大事な観点かなというふうに考えています。で、結構今一番シェアがあるその商用の、エンドノートの場合ですけれども、やっぱりどんどんバージョンがアップしますよね。やっぱり結構ちゃんと、購入してやるものですから、やっぱりどんどんいい機能がついてくる。それはそれでいいのかもしれないんですけど、インフラとして考えると、いちいちこう変えていかなきゃいけないっていうことの、手間とかを考えますと、むしろシンプルな作りの、ペーパーパイルですとか、ゾテロのような形っていうのは、非常に安定して、持続して、運用することができるといったことが、あると思います。で、こちらも先ほど言いましたけど、以前は Google Docs のみの、実装だったんですけれども、Microsoft Word でも、引用文献の機能っていうのが、実装できましたので、Microsoft Word でこれまでずっと論文を執筆してきた方々にも、敷居が低くなったんではないかなというふうに考えています。ただですね、ゾテロの場合は、本当に文書の方のファイルを変換するだけで多分シームレスに使えるっていうのがあるんですけど、ペーパーパイルの方は文書を変換した後に、さらにペーパーパイルの方の書式を、ワード版からドックス版、ドックス版からワード版みたいな形に変換するって形で、ちょっと二度手間になるっていうのがあります。ただ、その二度手間をした上であれば、ワードで編集してたものをドックにして、ドックでまた編集できるし、ドックで編集してたものをまたワードに変換したら、ワードの方でまた、文献をつけたりとか、そういうことも、できるようになります。ということで、ゾテロと同様に、両方の文章、編集ツールを併用している方々にとって、非常に魅力的なツールだろうなと。あとやっぱりその Google の中で非常に閉じた形でやるので、それをメリットと捉えるか、デメリットと捉えるかといったことが、ユーザー目線では出てくるのかなというふうに考えています。で、この後、まだだいぶ時間がありますので、ちょっとそのペーパーパイルを使った実践編を実際にオンラインでちょっとやっていきたいんですけれども、これ今お示ししているのがペーパーパイルの実際のその Google Chrome での画面上の僕が使っている、サイトになります。1000近くの、論文が格納されている状態で、これと、結構これ便利なのは Google Chrome の中でそのペーパーパイルを入れて、でかつそのエクステンションの、拡張機能を入れますと、PubMed で検索した検索結果のところにペーパーパイルのボタンがもう見えてるんですね。で、それでただここをワンクリックするだけでもうすぐに、ペーパーパイルの方にデータがインプットされるという形になっています。じゃあ実際にその作業をしていきたいと思います。で、これ今実際に、僕のアカウントに入った状態で、入ってはいないか。入ってはいないですね。で、さっき言ったようにこのクリエイターアラートとかクリエイターレッセスっていうのがこちらに見えてますよね。で、これ実際にクリックすると、ログインしている場合だったら、そのまま登録ができるということになります。で、今自分のやってる研究の、シアノバクテリオクロムっていう、僕らが対象としている光受容体のタンパク質の、キーワードを入れて、まあ、それで今検索しているんですけど、まあ、その結果がこちらになるんですが、上位のところ、これ今、新着順で載せてるんですけど、最近、まあ、あえて、更新してなかったんですけど、上の方のやつは全部、薄い色に今表示されてますよね。で、それに対して、この下の方に行くと、この10番目のところは、これもうチェック済みになってるんですね。で、これはもうすでに、もうペーパーパイルにこの情報入ってますよっていうことを教えてくれてます。で、逆に言うとこれが入ってないものは、こうプラス、ここに、ポイントを持っていきますと、プラスのところがちゃんと表示されて、これ Add to Paper File になってますよね。なので、ここをクリックしますと、もう勝手にインポートしてくれるんですね。で、これまた、非常に便利なのは、これ今、Scientific Reports なので、まあ、オープンアクセスのジャーナルですよね。その場合には、もう、取れる PDF も同時に取ってくれるんですね。で、それを Google ドライブに勝手にこう格納、自動格納してくれます。で、まあ、大学で、アクセスしているときには、まあ、大学が契約しているジャーナルで、PDF にアクセスできる場合は、やはり自動的にアクセスしてダウンロードしてくれます。で、例えば、多分この雑誌は多分ダウンロードできないと思う。雑誌、PDF はダウンロードできないと思うんですけど、まあ、少なくとも書誌情報に関しては、こうやって入力できまして、これ今、試みようとしてる。あ、これ行きますね。行ってますね。とか、これも、まあ、例えば押すと、これ自分のとこの論文ですね。取れますね。この辺とかがどんどん勝手にやってくれるんですね。で、まあいろいろこうポチポチと押しといて、これも別に同時に押しといても、まあ時間かけてれば勝手にやってくれるわけです。っていう感じになります。で、これで今、もうペーパーパイルの方に情報がいってるはずなので、このペーパーパイルの方に行きますと、もう今入れたのがもうすでに入ってるわけですね。このポイント S2G ミューテーションっていう論文は、この文献検索のトップに出てるやつですよね。これ今、ポチッとしたやつなんですけども、それがもう勝手にこう格納してくれてるわけです。で、こう PDF レストリクティッドっていうのは PDF がアクセスできなかったのでダウンロードできなかったよっていうサインなわけです。で、この、PDF 見れるよってなってるやつは、View PDF ってやるともう Google、このペーパーファイルの中でこうやって論文が見れるわけですね。で、これ、例えば iPad なんかでこれ見てると、まあ、ノートの機能で直接この論文のところに、情報を書き込むっていうことも簡単にできます。で、あるいは、まあ、ここにラベルっていう機能もあったりして、まあ、ラベルっていうので、まあ、そのサイアノバクティクローンに関連した論文を目印つけておくと、そこを押すとそれだけがこう集まったものとして、こうリストとして見せることができます。ということで、まあ、非常にシンプルに分かりやすい作りになってますので、簡単にこういう方はやることができます。これ今回、PubMed でお見せしたんですけれども、Google スカラーでも全く同じ、ことができます。例えばここで、すると、まあ、こんな感じで出てきて、まあ、この辺はもうペーパーパイルに入ってますよっていうのがずらっと並んでたりするんですけど、まあ、ないやつは、これだとほぼ出てこないですね。まあ、これがないよってなってたら、ここを押すと、同じように、やっぱりインプットしてくれるわけですね。まあ、こういった使い方ができるということになります。まあ、非常に、まあ、感覚的に使うことができるソフトになります。で、ただですね、この辺、まあ、これどれも同じなんですけど、他のツールでも同じだと思うんですけど、結構厄介だなって思ってるのは、例えばこの2番目の文献は、これ雑誌のフォーマットのせいなんですけど、文章の2文字目とかでも必ずこれ大文字にするっていうスタイルなんですね。そうするとこれそのまま文献として貼り付けると揃わないんですよね。まあ、このタイトルのままいっちゃうんで、まあ、なので僕は定期的にこういったものについては一個一個わざわざ見ないんですけど、定期的に溜まったやつを新着から並べ替えて、で、そのおかしいなって思うものを僕は手で直してます。まあ、それちょっとめんどくさいんですけど、まあ、ここで、エディットって押すと、まあ、直接こう直せるんですね。まあ、なので、めんどくさいんです。もっとこれ、便利なやり方があったらそれこそ教えてほしいんですけど、これ全部小文字に変えたりとかっていうことをしたりします。あるいは、例えば種名とかが出てくる場合は、イタリックにしなきゃいけないっていうのが原則あると思うんですけど、まあそういうのも基本的にはそういった情報出てこない。あと下付きとか上付きみたいなものも、まあ昔に取り込んだやつとかだと、僕は全部、まあこれ最近取り込んでるんでまだ直してないんですけど、この辺も直ってないですよね。CO2 のところが下付きになってないとか、まあそういうのはどうしても手で直していかなきゃいけないところがあるので、まあ、定期的にそれを見て、直してるっていうことは、してます。だいぶ、この辺はもうしてますね。この頃までは、更新して、ちゃんとイタリックにしてとかやってるんですけど、まあ、最近ちょっとその辺の管理を怠ってたので、まあ、この辺より上は、そういった、手作業で直すってことはまだしてない状況です。まあ、こういうのも時間になるときに、わーっと見て直すみたいなことをして、まあ、文献のフォーマットをきれいにしとくっていう作業を、まあ、定期的にするというような感じになります。で、実際に論文に文献を貼り付ける作業も簡単にちょっと今お示ししたいと思うんですけど、これも最近もう世の中に出版されたものの原稿なんで、まあ、お見せして大丈夫なやつなんですけど、例えばこのイントロダクションのところに行くと、これ1とか載ってるんですね。これが文献の情報なんですけど、例えばここにペーパーファイルの拡張がもうついてると、インサートサイテーションとかできるわけですね。でそうすると例えば、やると、こんな感じでやると、2021年に出た僕の関係の論文とかこうやって探して、これ貼っつけようとかなると、こうやって貼っつけられるわけですね。でこれも例えばここを持って動かすと、その順番も変えられる。で、この順番ですよってやって、アドサイテーションってやると、これ、ここで入れちゃうとフォーマットがされてない状況なんですけど、ここでフォーマットサイテーションズってやると、ちょっとこう待ってると、これもそんなに重くなくて早めにやってくれます。で、フォーマッティングサイテーションっていうのが、動くと、ちゃんと1番、2番っていうふうになる。で、こっちの順番も自動的にソートされて、まあ2番が新しく入ったんで、さっきここ2から9だったと思うんですけど、まあ1個ずつ繰り上がって3から10、ここは11になりますし、ってなります。例えばここに、その間のところに、新しい文献を入れますと、例えばここに、インサートサイテーション。これを入れますとかすると、もう、まあ、ここに出てない文献だったので、新しく11って番号が振られて、その次が繰り上がっていくという形になります。で、今、フォーマットのものっていうのは、まあ、投稿した論文のに合わせてるわけですけれども、これも、フォーマット、サイテーションスタイルっていうのを選んで、例えば、ここで、例えば、わかりやすいところで言うと、PNS の雑誌のスタイルにしますとかすると、これでアップデートってやって、で、これも一回ここで、変えただけでは変わらなくて、ここでフォーマットサイテーションっていうのをやると、今度はさっきの雑誌のフォーマットではなくて、まあ、登録した今 PNS の登録用にこうガラッと切り替わるんですね。これ自動的にやってくれるわけです。なので、まあ、投稿した雑誌、論文が、まあ、その雑誌にリジェクトされると、まあ、次の別の雑誌に投稿することをしなきゃいけないわけですけど、まあ、その時にもここのボタン一つで、次の雑誌のフォーマットに自動的に切り替えることができる。で、こういった作業っていうのは基本的に、もちろんエンドノートもそうですけど、メンデレイですとか、ゾテロでも同じような使用感でやることができるということになります。でこういった形で、図は関係ないですね。論文を作成する上での非常に強力な、アシストツールになるということが、よくわかると思います。で、ちなみにですね、このペーパーパイルのところの自作のその CSL フォーマットっていうのを入れるときなんですけど、このセッティングス、これちょっとわかりづらいんですけど、場所が。セッティングスってところに行って、Citation Styles っていうところに行くと、ここにデフォルトがありつつ、このカスタムスタイルっていうのは自分でアップロードできるんですね。さっきご紹介したサイトで自分で独自の CS ファイルを作って、それをその自分のパソコンで保存したものをアップロードしますと、こうやってアップロードって押すと、どこからかファイルを選んでって入れるので、それで自分が作ったフォーマットをこうやってつけることができるわけです。これとか日本語の創設の雑誌のフォーマットだったり、この辺は日本のところが出している雑誌で、実はその CSL フォーマットがないような雑誌が稀にあるんですけど、そういったものを自分で作って、それで投稿しているっていうようなこともしています。ということで、大体、実践も含めて終わったんですけど、まだちょっと時間に余裕がありますので、もし質問に対応できればなと思います。ちょっともうすでに2日入ってるんですけど、そうなんですよね。乗り換えの際に、論文を新ツールに引き継ぐっていうのは、僕はなんか結構めんどくさい、そこの不具合が起こるのが嫌だったんで、僕自身は全て毎回ゼロからもう入れ直していました。それは効率非常に悪かったと思うんですけど、それが最適解とは言えないかもしれないです。で、その上でですね、このペーパーパイルの場合、多分こういうのって後続のツールだと、そういうのちゃんと実装してくれる、例が多いと思うんですけど、この Add Papers のところから、Import from Other Programs っていう風になってて、これを見ると、エンドノートとかペーパーズとかメンデレイ、ゾテロなどに対応した形で、特にこのメンデレイとゾテロに関してはオートマチックにインポートしてくれますよって書いてあります。で、僕自身が実際にやってないのでわからないんですけど、これに書いてあることからすると、かなり自動的にデータベースを別のツールから移行するっていうのは比較的エラーがなく簡単にいくんじゃないかなというふうに考えています。ちょっとね、実体験が伴ってないので、説得力に欠けるかもしれないんですけれども、そうだと思います。もう一個来てるのが、そうですね、はい、スラックに流し込むっていうのは本当便利で、で、スラックに流し込んでると、結局そこでPubMed に飛ぶリンクが、ついてくる形で、PubMed、スラックに流れてくるので、そうすると結局そのスラックに流れてきたのをここポチッと押すと、そのPubMedのページに飛ぶと、そうするとこのペーパーパイルのボタンが見えるので、それポチッと押せば格納できますっていう感じですので、そういった形でインポートしていくというイメージになります。この、講習を見た上で、皆さんが、研究を加速して、いっぱいアウトプットして論文出るとハッピーだなと思います。ありがとうございました。